続いてのステージに参りましょう。関西学院大学 KG スイングチャリオリティーズの皆さんです。どうぞ。
にちは。ケージスイングチャリオティアーズ2018です。ただいまお送りした曲は Just Friends というトロンボーンフィーチャーの曲をお送りいたしました。トロンボーンソロを紹介していきたいと思います。端から川口美穂、村上日向子、北原香菜、そして私島瑞希でお送りいたしました。改めましてこんにちは、ケージスイングチャリオティアーズでございます。ちょっと読み方難しいと思うんですけど、この機に覚えてください。通称は我々チャリオと呼ばれているんですけれども、関西学院大学の文化総部軽音楽部内にあるビッグバンドで、結成から70年以上の歴史を持つバンドとなっております。チャリオの特徴としては、メンバー全員が管楽生で構成されています。なのでよく授業とか練習中とか顔を合わせる機会があるので、とても仲いいメンバーです。こんなメンバーでこれから今回のステージをお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。早速次の曲に参りたいと思います。次の曲はデューク・エリントンのナンバーでサテンドールです。
等の紹介させていただきます。音ピアノフルで河野翔平、音ピアノフルで木下誠、音ピアノ作曲山見夏希。ここで少しだけライブの宣伝させていただきます。来週の土曜日ですね、6月7日に、我々所属する文化総部見学部の定期演奏会が行われます。そこでですね、チャリオもビッグしてるんですけども、チャリオメンバー、チャリオ以外のバンドでも出演します。もちろん管楽器で出演する人もいるんですけども、それ以外の、それ以外でも出る人がいてて、例えばバストロンボーンの川口美穂さんはアイコのコピーバンドでボーカルをしたり、先ほどフォローしてくれた諸下君はね、サチモスってバンドで DJ をしたりね、すごいいろんなところで、チャリオメンバー活躍するので、ぜひぜひ見に来てくれたらなと思います。まあ、こんな感じでいろんなジャンルに興味があるメンバーが、いて、すごい個性豊かなチャリオなんで、これからも応援してください。ちょっと MC めっちゃ緊張するんで、ちょっとぐたぐたなんですけど、次の曲いきたいと思います。ちょっと待たないですね、はい、次の曲はカウントダウン・ゲイシーのナンバーで、トップ C です。ソリストの紹介させていただきます。オントランペット藤田レオ。
オンマリノサックス小林まりな、オンテナサックス山美夏希、ちょっと残すところ最後の曲となってしまいました。ちょっと短かったですね。ちょっとね。まだまだこれからもジャズフェス続くので他のバンドも楽しんでいてください。それでは最後の曲になります。先にソリストを紹介させていただきます。オンギター島ひなた。次の曲はギターフィーチャーの曲なんですけど、彼はすごいかっこいいソロを聴かせて。本当に、ね、4回戦でずっと本当にかっこいい曲を聴かせてくれると思います。それではありがとうございました。レーシックバンク。
ございました。関西学院大学 KG スイングチャリオリティーズの皆さんでした。